はい、どうも皆さん、こんばんは、吉村です。あのね、前回の動画から、もう5時間か6時間ぐらい経って、もうずっと動画を撮ってたんだけど、なんだろう、動画化する部分がなくてさ、なんでかっていうと、全部アッシュなの。新骨格のモンスターもいなければ、なんか、刺激のあるアッシュもいないし、いや、これ動画にするの違うなと思って、今ようやく、右上見て、クエスト伝説の日、スピークトゥーカテリン・ソレル。なんでスピークトゥーになっちゃったのかわかんないけどね。なんでここだけ和訳されてんのかわかんないけど、もうクエスト名が伝説の日だから、多分これ新骨格のモンスターなんじゃないかなと思って今動画撮ってるけど、動画化してなかったら、違かったってことやら。You're perfect for this job. あ、来たわ。キャットはシュラウドとレザキリが砕け散った大地に戻ってきたことを確認した。彼らを野放しにしてはならない。目標、レザキリを倒す、シュラウドを倒す。はぁ、あ。来たわよ、伝説級のベヒモスが2体復活してしまったわ。今では存在するはずがない者たちよ。アルカンでさえ全容を把握してない。未知の力を持ってるわ。アルカンって誰だ？闇の悪夢シュラウド。無慈悲な光の使徒、レザキリ。奴らは実在するのよ、スレイヤー。そして確実に増えている。あ、そうだって、伝説のモンスターなのに増えるんだ、これ。間違いなく苦戦を強いられるから、必ず万全の準備で挑みなさい。望みなさい。相手は生きた伝説よ。え？これもうじゃあ、モンハンで言う、アカムトルムとかウカムルバスみたいな、そういう立ち位置なのか。でね、前回の動画から結構やり込んでるから見て、防具と武器も全部プラス10まで強化して、で、このゲームって面白くて、強化すればスロードスキルのレベルも上がんのね。で、プラス10までやると、プラス3、逆上。レベル1の時はプラス1だったのにね。で、スキルも、もうかなりなんだろう、無駄のない感じになったから、めっちゃ強くなった気がするわ。行くか。光の方から行こうか。俺武器闇だから。レザキリ、脅威レベル17。光が無害なエネルギーに他ならないと信じる人々は、レザキリに遭遇したことがないのだろう。この昆虫に似た怪物は、光エーテルの扱いに長けていて、殺人的なエネルギーの輝きで、スレイヤーの周りを満たすことができる単独での討伐はお勧めしない。ハンド特性、最後の抵抗。スレイヤーたちはそれぞれ一度だけ復活できる。え？ってことは、これあれけ、いつもみたいに3回復活できないってこと？1回死んだらそれで終わりってことか。やば。てかなんで、光属性ってさ、こういう虫ばっかなん？あー、これマップは別に普通なんだね。なんか伝説級のモンスターとか言ってたからさ、普通になんだろう、限定マップかなーとか思ったんだけど、普通なんだ。でさ、俺なんか機械みたいな装備になってんじゃん。これ重ね着ね。なんか俺ね、素材の、なんだろう、良さを引き出すタイプの人間だったんだけど、あまりにもこのゲーム防具ダサすぎて、ついに俺ちょっと重ね着に手を出してしまったわ。装備は今までと一緒。あー、いたわ。よし、絶対勝つ初見で。伝説級だろ？ま、いいや、もう斧ぶん投げちゃおう。浮いてんだ。あー、なるほど。おー、なるほど。あれと一緒やわ。このビーム。カブトムシと同じじゃん。好きあるねー。やばい、絶対初見で勝つわ。まあ、ダメージはそれはこんくらい食らうわな。つうか、こいつあれと一緒じゃん。蜂と同じ骨格じゃね。いやー、尻尾も使えんのか。これ当たるかな？最悪。大丈夫、大丈夫。どこまで来る？オッケーオッケーオッケー。これ、回復使いたくない。絶対回復切れることなんで目に見えてるから。なんだこれは！はい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 。これを当てて、これで回復する。オッケー。100ぐらい回復したから。殴れねえな。まあまあいいよ。初見だからゆっくり行こうよ。これが尻尾か。尻尾。待って、攻撃する隙なくない？わかった。これ間に行って、ああ降りてきた時もダメージなんだ。やっぱ一回しか生き返れないわ。しかもこれ。もう次死んだら終わりだ。負けたくねえ。待って。3回分 40% カットポーション使って、これは、オッケーオッケーオッケー。これ走ってれば避けられる。な？いや、それも降りた時にダメージあんのか。聞いてねえな。斧投げ。俺まだ斧投げでしかダメージ稼げてないんだけど。
これはさすがに回復使って斧拾う。で、燃える心臓拾う。あ、なんか光り始めた。なんだこいつ、踊りながら攻撃してくるぞ。あっぷねえ。いやー、斧投げ当たんな。おっち、斧どこ行っちゃった。やばいなー、これ一体おい、これおかしいだろ、技がよ。光属性と闇属性は生物の範疇超えとるんじゃ。大丈夫、俺は今までも不可能を可能にしてきた男だ。オッケー。この割れ目で回復できないじゃん。ほいほい、オッケー。絶対この尻尾切れんだろうな。大丈夫、中入るで降りてきた時にもあるで、ここで殴る。よし、まあまあまあ、ちょい慣れしたかな。ここ投げていいな。オッケー、そこそこ順調かな。攻撃速度だけで、なんか止まってる時あんだよな。これ何なんだろう。どういう時に止まり出すかが分かんねえんだよな。余裕で、これも降りてくるから OK。 食べる。はいはい、 OK。 HP も全開、超える、回避、はい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 。あ、もう気づってんじゃん、HP。俺、うめえな、やっぱ。はは、俺、あ、怒った。うわ、こいつもかよ。あ、違う、閉じ込められてる。待って、やばい、武器が外だから、武器が外だから、これ武器が外だから、壊せない。まあいいや、耐えればいいわけだろ。つまり、つまるところ。あ、こいつもなんか中入れないんじゃない、これ入ってきてる。あ、戻ってきた。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、やっぱ当たってなくない？よし、結構簡単に壊れんな。あ、あいつもビューリゾーじゃん。オッケー、次頭のやつで気絶取るわ。で、ため切りぶち込んだる。一回治った。いや、頭浮いてんのずるいな。頭狙えないじゃん。まあ、いいや。はい。あ、当たったわ、頭に。さ、気絶時間だよな。カブトムシで同じで短いか？あ、まあまあだな。壊したんじゃない？はい。はい。半分削れないか、まだ。あ、なんか、かけらみたいなのゲットしてる。やっぱ、壊したわ。光ったら、いや、でも、見切ったら、しかも怒った。やっぱり怒ると閉じ込めるんだ。オッケー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 。よくわかんねえな。カブトムシは自分でガードあったり、こいつは、敵にガードあったり。ただ、簡単に壊していく。これ、ジャンプ避けかな？初めて見る技も初見で、避けてしまう男。これ絶対に次の斧投げ当てなきゃいけないな。ここだ！よし！これで3ゲージ。半分消した！はい、はい。なんか違うない、ちょっと。降りてくる、オッケー。これ尻尾切ったらこいつ、あの光撃てなくなるとかないんかね。よしよし。もう回復もつかなくなってきたね。当たらない。スタミナちょっと。慎重に行こう。どんだけ順調にいってても、あと1回してたら終わりだからだ。いやー、くっそ、いやー、これいけだなー、初見で。まあまあまあ、さすが伝説級やな。よーし、半分まで削ったぞー。こっからだー、回復カードに行こう。さっき結構貧乏症発動しちゃったからな。でもね、それでいいね。なぜなら貧乏症じゃない、吉田間は。吉田間じゃないから。しょうがない、あれは。オッケーオッケー、ここで回復使おう。あっ、野沢エクストリーマックスが溜まってる時だけ、あれにしよう。回復使わないことにしよう。ダメージ強いから一気に回復できるかね。オッケー、こういう時に、野沢エクストリーマックス、オッケー。あと1ゲージだ！なんだよ、マジ、初見で勝てたら、ほんとに。しかもあれじゃん。こいつもう気絶するぞ。転べ！転べ！来
これもう終わるんちゃうか、いたしたら。やっぱ闇属性だからすげえ強えわ。ダメージえぐい入ってるもん。もういっちょちょこれで終わり。終わってねえけど、なんか転んでね。いやこれ攻めてきゃ終わるだろ。しょーなんだかんだ普通だったな。うわマジ悔しい。いやこれいけたな。まあいや闇の方は絶対初見で倒すわ。しかも S プラスなんだけど、やばくない？めっちゃすごくないこれ。